皆さんこんにちは、チコンです。ということで今回もイフトボール2024情報、今週のエピック紹介していきます。イングリッシュリーグミッドフィルダーズということで、この3名やってまいりました。ベッカムは結構待たれている方多かったですからね、待望の登場、ビッグタイム待ってる方も多かったみたいですけど、今回はブースターでした。そしてマケレレ気に入りましたね。2度目のエピックということになるんですけど、今回 CMF の本適性がついて、また別タイプとして、優秀です。そして露出機も来ました。露出機もエピックは2回目ですかね。全選手エピックとしては2度目のね登場なんですけど、もちろんブースターで、それぞれのプラス2が入ってますし、さらにはハイライトもなかなか魅力的。他の動画でね、すでに紹介してるんで、そちら確認してみてください。回数で良かったね。でロドリが今回バグ強みたいな。ということで早速いきましょう。いや今週は私は引くかな。さあまずは露出キーからの紹介です。テクニックプラス2なので、メッシと同じ足元やグランダパスが上がるものですね。さあ能力こんな感じとしてみました。いや強そうじゃないですか。露出キー結構舐めてたんですけど、意外と強いというね、しっかりとした強さ持ってましたね。これブースターの機能もなんかイフトボールハーブついたんですね。ブースターつけるとモルコン99だったりとか、こんな感じで完成します。ドリブル大きく振りすぎか、ブースター入れると決定力ちょっと上げるなり脚力上げるなりしてもいいかもね。足元は完成されてますし、今回プラ2のグランダーパスは87までにしか振ってないんですけどね。パス能力も悪くないし、スピード瞬発も比較的あって、キック力もそこそこあるよと。かなり飛び抜けたのは足元ぐらいの数値しかないんですけど、全体的にまとまってるし、万能感っていうのはね感じることできます。決定力も最低限あったりとかしますし、波小さいで、あと適性が広いですね。チャンスメーカー外せて CMF なんかもできる。4312とか、433の CMF、 スピード瞬発も比較的あるから、サイドとかでも活躍できそう。 OMF ももちろんいきますけど、ライバルがねポジションに結構いるんで、その辺の被りがなければスカッと入りそうですけど、身長はちょっと高めかな、178。シュート系豊富ですね。ワンタッチパスにスルーパス、ダブルタッチがないのか追加するなり、そんくらいあればもうほんと完成されてますね。闘争心とかつけてもいいと思います。まずはレジェンダリーとの比較。走行値マックスプラゴってやばいんですね。全然違う。あとはチャンスメーカーとナバテンで違いますね。スキルは特に変わってないので、普通に完全上位互換。さあエピックと比較しても、パスは負けますけど、いや普通に上位互換だな。しかも今回サイドハーフ両方できるようになってるし、特にスキルの違いはなく、いや普通にこっちも完全にほぼ上位互換と言えるような能力構成になってます。さあ続いてベッカム紹介していきましょう。今回フリーキックプラ2ですね。フリーキックの人誰かいたな。トッティだっけ、スナイデルか、どっちだっけ。総合値やばいな、強いぞこれは。今回右サイドハーフ、いつものような感じでクロサーですね。波は小さい、能力がえぐいですね。まずはどこから触れたらいいんでしょう。まずセットプレーの数値、今回プラ2が入ってますからかなり強くできます。101とかね、100超えもねかなり叶いそうですね。カーブの数値とか101になったらどんなカーブすんの。セットプレーのキッカーとしても優秀だし、決定力85、サイドハーフとしてはなかなか高いですよね。パス言うことなし、フライパス94、ここかなり伸びてくるんで、クロスの精度とかえぐいことになりそうですし、足元は言うことなし。あと身長がちょっとあるんだよね、183、スピード瞬発もなんとか80は持っていけるんで、そんな感じにすると最低限のスピードは感じれるでしょう。キック力93の魅力ありますね。すごいな、ほんと魅力が全部に詰まっとる。キック力、さらにスタミナ97、走り負けません。でですね、今回一番いいなと思ったのは、今までのレジェンダリービッグタイム適性がこの3つどれかなかったんですよね。 CMF がなかったり、右ウィングがなかったりとか、そんな感じで適性が今回3つできるんで、それぞれに合った育成をするとさらに覚醒してくるんじゃないかなと期待できるような選手ですね。逆足だけ不安です。ここにワンパスルーパーがねしっかりとついてたり、ミドルコンカー、闘争心だったりも持ってますね。本当攻撃的なところは必要なところ持ってんじゃないかな。逆足低いんでアウトスピンキックとかつけておきたい、またはワンシューとか、その辺があると私はいいかなと思ってます。ベッカムは個人的にも欲しいんで狙おうかなと思ってますね。さあそして過去版との比較。まずはレジェンダリーは右ウィングができません。そこの変更が入ってますね。シンプルに闘争心と、あとはワンタッチパス、スキル追加もされているということで、これは上位互換でしょう。強い。さあ能力が高いといえばビッグタイムいますけど、ビッグタイムに今回負けてないというのがエグすぎますね。CMF の本適性ももちろんついてますし、あとはスキル、こちらも闘争心とワンパがついてる。シンプルにこれを上位互換と言わずして、何を上位互換というのか状態。いやベッカもここまでしてくれるかと思ってかなり度肝を抜かれました。これブースターのプラに入ってない状態での比較なんで、ここからブースター効果でプレスキックカーブもプラスですからね、これは強い。さあそんな中またね化け物現れてしまいました、マケレレです。今回デュエル初じゃないですかね。ディフェンスセンス、ボールダッシュ、スピード、スタミナ、フィジカルじゃないんだね。
こちらが上がっております。上限31でした。私30ぐらいなんじゃないかなと予想してたんですけど、1高かったです。さあ、こんな能力です。控えめに言いましょう、やばない、ゲーム壊しに来とる。ディフェンスの能力は相変わらずのね、90超えみたいなこと簡単にできます。アグレッシブさはちょっと低めにしました。エアバトも振るとフィジカル83ですからね、まあ、身長は174です。でスタミナももちろんあるでしょ、ボディコンも高いでしょ、まあ、足元もしっかりと上げればこれぐらいの数値。ちょっとドリブルがね低いんで気にはなるんですけど、でパス能力は私ね安定の上げてしまってますけど、これ上げなくてもいいですか、まあ、とりあえず80乗せておきましょう。で代わりにディフェンス振りましょう、やばない。でスピード瞬発どちらも85、やばない。これはちょっとやばい以外の言葉が出てこんな。足も速いし刈り取れるしスタミナあるしディフェンスもねがっつりできるし、本当決定力以外の欠点はどこかなっていうか、波小さい。あとは今回 CMF がねできるようになっているんで、今まで DMF しかできなかったんですよね。だからマケレルはビエラとポジション被ることもあって、じゃあどっちか選ぶならビエラだよねみたいな形になっていたのが、今回 CMF がついたことで新たな居場所をねマケレルは見つけました。かつビエラとマケレレリーグもねプレミアリーグで被ってて、リーグイベントでもねマケレレね出番なかったんですよね、かわいそうに。そしてスキルはこんな感じ、ダブルタッチ、インターセプト、マンマーク、マンタッチパスなどついてます。過去版とはちょっとね変更はあるんですけど、まあ後で見ましょう。要所は抑えられてますよね。ブロッカーないんですね、相変わらず。そちらつけるなり、または攻撃に出た時、先ほど見ましたけど決定力52なんで、シュートスキルとか持っておいた方がいいかもしれません。いやこれはえぐいですね、私は取ります。さあ過去版との比較、ディフェンスの能力はねプラ1負けているようなおすすめ育成になりますけど、他がね圧倒してますから。で CMF もついてる。あとスキルは基本的に一緒なんですけど、逆足精度が普通から高いになっている。この辺も地味ですけど強化されてる。さあ肝心なのはこっちじゃないでしょうか、ビッグタイムマケレレ。初期能力、まあおすすめ育成をねこれしてるんですけど、上の方足元からプレースキックまでっていうのはマケレレ今までの方が強かったんですよね。で今回ディフェンス面からフィジカル面など、そっちが強み出ているっていう形です。あとはスキルの違いが出ててかなり変わってますね。ダブルタッチ、軸裏ターン、シザーズ、シャペル、なんか足元がたくさんつきました、逆にワンシューとかスルパスとかなくなってるんで、まあ、その辺をねしっかりと追加するっていうのは大事かなっていう気がします。特に CMF で使うならスルパスとかしっかりつけたいですね、まあ、特に CMF のね本的性が大きいんですけど、なぜ足元下げたんでしょうね。なんかコナミの策略感じますね。CMF で使うから足元がね高い方が絶対いいのに、足元をここで下げてくるあたり、コナミさんのなんか意地の悪さを感じます。育成をそれぞれに寄せてみると、まあ、こんな感じになりますね。うん、普通に今回の方が強そう。さあということでね、何はともあれ強いです。みんなベッカム負けれれば結構計算できてたんですけど、露出期意外と強かったんで、普通にスカットに入るチャンスあるんじゃないかなと期待してます。その中でもマケレレとかは普通にスカットに残り続ける、まあ、玄関の件、玄仕様が残るならの話ですけど、いや普通に引いちゃっていいんじゃないかなと思いました。なんなら私は先週のシェフチェンコよりもこっちの方が引きだと思って、先週は引きませんでした。ぜひご検討ください。こちらのチャンネル、リーフトボール情報をついて紹介してます。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録お願いします。以上です。ではまた。